トタテグモシダメミニャラモーフィーは、クモ類の海分類群の一つ。ハラクモカモクトムいイ、トタテグモカなど、地下生活で、ハラフシグモアモクに似たところの多いクモ類を含む。巣穴の入り口に網を張るものもある。タランチュラと言われる、オオツチグモカもここに含まれる。トタテグモシダメは以前は、ハライボ類と言われたもので、ハラフシグモ類について、原始的なものとされた。 不脚状のフレシア2体の勝敗など、ハラフシグモ類と共通する点が多く、多くが地下に穴を掘って生活する点も似ている。他方で、糸イ,イボは2体が普通で、これはハラフシグモ類や雲下目よりも少なく、この類独特の特徴である。ハラフシグモ類同様の生活をしているものもあるが、糸の使用ははるかに多い。より発達した補充装置を持つもの、 明らかに網を張るものが含まれる。多くはがっしりとした体格の雲である。上顎は大きくて、はっきりと前方に突き出す。牙は下向き、後方に向いて突き、顎全体としては上下方向に動かすことができる。大顎の内部には、独占があり、これが、ハサミ角内に収まり、東京部には達しない。フレシは、フわシとほぼ同様に発達するものもあるが、 明らかにより短く細いものもある。オスのフレシにはフレシキ感があるが、構造は、フレシキ部は発達して、下唇に届く。目は普通は8個で、東京部前方中央により集まる例が多い。腹部には大切構造が外見では見られない。初敗は2体。メスの生殖甲付近は単純で、外目式は発達しない。糸イ,イボは腹部交担。 肛門の前に位置し、多くは二体であるが三体のものもある。地下に巣穴を作って生活するものが多い。トタテグモ科の者のなどはその入り口に片開きの蓋をつけ、普段は蓋を閉じ、昆虫などが通りかかると飛び出して捕らえ、巣穴に引きずり込む。扉は糸に土などを合わせて作られ、巣穴の内側はすべて糸で覆う。金子トタテグモ科では、巣穴の入り口に両開きの扉をつける。 より発展的な方としては、地雲カでは、巣穴の口から糸で作られた筒を伸ばし、これに昆虫などが触れると、雲は内側から噛みついて引きずり込む。つまり一種の捕獲装置となっている。さらに上後雲カなどでは、巣穴の入り口から広がった、ロート上毛を張る。逆に、忘れな雲では、巣穴の入り口には何も作らない。地上に出たものもある。木登りと縦モ族のものは、 トタテグモの巣を短縮してそのまま樹皮状に貼り付けたような蓋のある袋を作る。上ゴグモカナドでは巣穴がさほど地中に入らず、落葉や朽木の下に伸びる程度である例も多い。また、妖精が糸を伸ばして飛ぶものも知られている。かつては雲見を3分してこの群を古い母類と称した。ハラフシグモ類と普通の雲類との間に位置し、 その中間的な進化過程のものとの判断であった。実際、この類は、祖先的な形質を多く持つ原伏雲類と普通の雲類の両方に共通した特徴を持っている。例えば上顎の可動方向、二体の諸配等の特徴は、原伏雲類と腹部後端にある糸イ,イボやフレシキ部が広がって、価格となっていることなどは普通の雲類との共通点である。他方、 フレシ期間は単純で、これはむしろ原伏雲類の方が複雑である。また、糸イ,イボが普通は2体であることはそのどちらとも異なる。糸に関しては、原伏雲類が、ごく限定的にしか使用しないのに対し、はるかに多くの量を使用し、よく発達した網を張るものさえある。糸線の数は多くなく、糸線も一種しか持たないものもあるが、多くは二種を持つ。分岐分類学的分析では、 この類はクモメの系統樹でシ伏雲の次に分岐し、単系統を成すとされる。ただし、下目内部の系統関係については、定説がない。ここでは、おの県庁の体系を挙げておく。アラネアエクモメここに含まれる、大土雲科は、いわゆるタランチュラであり、ペットとして飼育されることがある。毒雲と言われることもあるが、多くの種ではさほど恐ろしいものではない。だが、一部には、 実際に強い毒性の強いものがある。毒グモとしては、ジョーゴグモかのシドニージョーゴグモ族等も有名である。ジェイソン・エイダン・ロップ・デビット・ペニー、オーダー・アラネア・エクレアック、1757、イン・チャン・ゼット・ Q ・アニマル・バイオデバーシティ・アン・アウトライン・オブ・ハイアー、レベル・クラセファケーション・サーベイ・オブ・タクセナミック・リッチネス・ズ・タクサ・ボリューム3148 マグノリアプレス、ページーズ149から153、小野店、次編著、雲目のト賀の分類表、日本産クモ類東海大学出版会、2009年、39から42ページ。鶴崎転居、第一小系統と分類見上げ時期編、クモの生物学東京大学出版会、2000年、3から27ページ。小野編著 p 十二。小野編著 p 三十。ヤギ沼。 P14 やギヌマ P14 オノヘンチ P31 宮下ヘン P12 から14ありがとうございます